マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたは冷蔵庫、どんな食材ストックしてますか？私は痩せる食材を常にストックしているんです。そこで今回は10キロ痩せてリバウンドなしの私が冷蔵庫に常備している痩せる食材がわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ痩せる冷蔵庫の常備食材10選お伝えします。話の流れこちらです。1つ目、なぜこの食材で痩せることができるのか、そのポイントと、2つ目、痩せる冷蔵庫の常備食材10選詳しくお話します。では1つ目の項目です。なぜこの食材が痩せることができるのか、そのポイント3つあります。ダイエット中に食べていい痩せる食材っていっぱいあるんですね。その条件がまあこちらということになります。1つ目、あなたの腸内環境を整えるもの。2つ目、脂肪燃焼をしてくれるもの。3つ目、発酵食品であること、まあ、こういった条件が揃っているものから選んで美味しく召し上がれば、ダイエット中でもあれもダメこれダメというよりは、あ、これも食べれる、これもいいねということで、楽しみながらダイエットを取り組んでいただきたいなと思います。根本的な痩せ体質へと生まれ変わるためには、まずはあなたの腸内環境が良くなるものを召し上がってもらえれば丸ということです。その食材たちというのは、痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてくれて元気にしてくれる食材なんですよ。では2つ目の項目です。痩せる冷蔵庫の常備食材10選ということで、1つずつお伝えしていきます。まず1つ目はこちら、納豆になります。私がこだわっている納豆、まあ、選び方のポイントですね。国産大豆であること、そして添付しているタレは化学調味料がたっぷり入っているのがほとんどなので、さよならということでね、使わない、まあ、ここがポイントになってきます。納豆は素晴らしいんですね。なんといっても大豆製品、しかも発酵している大豆が納豆ですね。そのダイエット効果見ていきましょう。発酵食品であることで、あなたの腸内細菌たち、痩せ菌たちを増やすことができます。そしてね、その結果腸内環境が整っていくわけですよね。そうすると食べたものが消化吸収がちゃんとできることによって、食べながら痩せることができるわけです。でしかも納豆のもう素晴らしいってね言えるところ、納豆菌ですね。これがもう他の菌たちとは違って、まあ、胃酸とか熱にすごく強いので、生きたまんま、まあ、死滅せずにね、もう生き延びてくれるわけですね。そのままあなたの腸の隅々まで届いてくれる菌ということになります。そして次、脂肪燃焼効果もあるんですね。これも味方につけたい効果、そして脂肪の蓄積を抑えてくれたり、また私たちにとって嬉しい効果、女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンも豊富です。そしてね、血糖値の急上昇を抑えてくれたり、また食欲を抑えてくれる効果もあります。でこの納豆1パックを私は毎朝必ず食べています。では2つ目の食材は豆乳になります。私のこだわっているポイントは、国産大豆でできた無調整の豆乳イコール無添加のものになります。もうくれぐれも調整豆乳のような人工甘味料とか糖分ですね、味がついているものは飲まない方がいいです。逆に太ってしまいます。そして豆乳も先ほどの、まあ、大豆納豆ですねと同じなので、もうまさにですね同じ効果があるんですけれども、やっぱりね、牛乳よりも豆乳です。もし牛乳飲んでらっしゃるようでしたら、豆乳に置き換えてください。なぜかコレステロールがねゼロですし、やっぱり栄養もね取れます。で牛乳はやはり腸の炎症を起こしやすい成分も入ってますので、牛乳よりも無調整豆乳おすすめします。私はそうしてます。そしてね、食物繊維もたっぷりですし、お腹がすっきりデトックス、便秘解消にもなりますし、また代謝も上がるし、そして大豆オリゴ糖が含まれてますから、これもね腸を整えるものですから、めちゃくちゃおすすめ。私はよくこの無調整豆乳をベースに、きな粉と蜂蜜を入れた手作りのプロテイン飲料を毎日飲んでいます。3つ目の食材はこちら、豆乳ヨーグルトになります。
これがすごいのは、まあ、ヨーグルトになってますから発酵したものありますよね。豆乳が発酵したヨーグルトおすすめです。善玉菌を増やすことができます。私は手作りの豆乳ヨーグルトを作っているんですけども、もちろんねスーパーでも売ってますから、牛乳ベースのヨーグルトよりは豆乳の原材料で作ってくれている豆乳ヨーグルトの方がおすすめになります。なんといってもやっぱりね、先ほど豆乳のとこでお伝えした効果の通り、まあ、いろんなねダイエット効果がありますし、ヘルシーですよね。そしてこちらもその作り方別動画で私アップしておりますので、必要な方はこの動画見終わったら作り方の方ご覧ください。4つ目の食材はこちら、卵になります。こちらも化学飼料を使っていないような、4つ目の食材は卵になります。もう卵もね重宝してますね。もう時間がない時、あ何かね食べたいなと思った時、間食おやつ代わりにもなりますし、とにかく卵は完全栄養食品と呼ばれているぐらい、食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養素がね入っているという、もう素晴らしい食べ物になりますよね。もうすごくね好きです。まあ、1日1個までにしてますけれども、どんなに食べても1日2個までにしましょうね。そして卵はね案外低カロリーなんですね。そんなにカロリー高くないです。ゆで卵、まあ、1個ですよね、 50g あたり 76kcalで、タンパク質が 6.2g も取れちゃいますし、低糖質です。なのでダイエット食にはめちゃくちゃおすすめです。5つ目の食材はチーズになります。私のお気に入りはもちろん無添加のチーズ、特にカマンベールチーズが好きです。原材料が生乳と食塩のみでできているものですね。もちろんこれは生乳なので、まあ、イコール牛乳なんですけれども、それが発酵しているのでやはり腸にとってはいい食材ということになります。で何よりね大好きです。美味しいですよね。ただ食べ過ぎは注意です。私はチーズおやつ代わりに食べることがほとんどなんですね。そのことでタンパク質も取れますし、何よりもビタミン A、B2 も取れちゃう。でミネラル、カルシウムが特に豊富ですから、おやつ代わりにチーズを食べることで栄養バランスも丸ということですね。6つ目の食材はスキャベツになります。もうこれ大好きです。もう毎朝小鉢一皿分食べているんですけれども、ベースのその材料キャベツが素晴らしいのが、一度に2種類の食物繊維が取れちゃうので、もうお腹すっきり大掃除ができますよね。そして低脂肪ですし、抗酸化作用もあるので、もうまずは健康になっていくという。でしかもこのキャベツをスキャベツにしておくことで、さらにダイエット効果が高くなります。しかも一度作っちゃうと冷蔵庫でも1週間は軽く持ちますから、忙しいあなたにもぴったりの常備菜ということになりますね。でここで簡単にスキャベツ知らない方に対しての簡単な、まあ、クッキングということでね、レシピご紹介したいと思います。キャベツが1/4、リンゴ酢 100ml、 天然の塩小さじ1/2、そしてピーとね蓋ができるような保存袋、ジッパーですね、1袋準備してください。で出来上がったものを入れる保存容器を1つご準備ください。もう作り方は簡単。キャベツをまあ千切りしますね。でそこにリンゴ酢とお塩を、この全部材料3つ袋に入れてよく揉み込んでいただいて、混ぜたらできれば、まあ、煮沸したようなね清潔な容器に保存していただいて、あとは冷蔵庫で1週間ぐらい保存が可能になります。そしてここで使うリンゴ酢も純リンゴ酢選んでくださいね。無添加のものですよ。原材料はリンゴ果汁 100% のみでできているものを選びましょう。では7つ目の食材はこちらです。切り干し大根になります。切り干し大根というとね、こう煮物とかイメージあると思うんですけども、サラダとかね、私はどうやって使ってるかと言いますと、もう忙しい朝にぴったり、お味噌汁の具としてポンってね入れちゃうんですよね。もうめちゃくちゃ甘みが出てて美味しいお味噌汁になりますよ。おすすめです。でこれがただの大根よりも、なぜ切り干し大根なのかという理由があるんですけども、もちろん生の大根の良さもありますが、切り干し大根などですね、まあ、天日干ししてあるわけですから、生の大根よりもめちゃくちゃ栄養が高くなってるんですよね。例えば食物繊維が4倍、カルシウムが5倍、鉄分3倍と、生の大根に比べると切り干し大根の方がこんなにも栄養価が高くなる、まあ、イコールすごくコスパもいいと思いませんか。
なので私は大根も使いますけれども、もう常にずっとね、やっぱり保存が効く切り干し大根もいつも冷蔵庫に入れておくんですよ。では8つ目の食材はこちら、無添加の梅干しになります。僕すっごく大事、よくスーパーでバーッと並んでる梅干し、原材料名チェックしてみてください。ほとんどのものがですね、添加物たっぷりです。残念ながらいろんな余計な人工甘味料とかね、あの着色料ですとか、もうそういったのがいっぱい入ってるのは NG です。太っちゃいます。なので私が大事にしていることは無添加の梅干しになるんですね。もう梅と食塩とシソだけみたいな、まあ、そういった梅干しの方が絶対に決まってますよ。そしてね、梅干しはなんと脂肪燃焼効果があったり代謝も上げてくれるので痩せ効果が高い食材。ただ塩分がちょっと気になるわっていう方は量には気をつけてくださいね。ただしいいお塩、天然のミネラルがたっぷり含まれているようなお塩を使って梅干しっていうのは全然大丈夫です。逆に私たちは塩分不足の方がお体良くないので、適度な塩分を取る必要があるんですね。その時に梅干しおすすめです。でまたクエン酸効果がすごいんですね。要するに酸っぱいものって痩せます。でね、例えば私がそうですね、家族で焼肉行こうかとか、まあ、そういった要は食べると体が酸化するもの、甘いものとか、例えば娘のお誕生日で甘いものを買うとか、もしくはお客様いただいたとか、あ、甘いもの食べるな、お肉食べると体が酸性に傾くなっていうのが分かってますよね。その前にですね、強い味方が梅干しなんですね。私はそういう時どうしてるかっていうと、そういった体が酸性に傾くような、まあ、要はイコール太る食べ物ですよね、食べる前に梅干し1個パクってね食べておくんですよ。クエン酸取っておく。そうすると安心して食べてます。私は食べることあります。皆さんもそうですよね。どうすればいいのかっていう対処法を知っている、知らないで太る太らないが変わってくるわけですね。そして私はその後にまた食べる、食べたらどうしても酸性に傾く、それをさっともともとある弱アルカリ性へと戻すために、また残った梅干し半分食べることもあれば、リンゴ酢ドリンクを飲んだり、レモン水を飲んだりとね、さっとしてクエン酸を取るようにすることで、食べたことをなかったことにする、いち早くっていうね、こういった使い方をするためにも常に梅干し無添加のもの準備してるんですよね。でプラス梅ポリフェノール、今すごく注目されています。ウイルスに勝つっていう、そういった体を作る効果がありますので、ぜひですね、まあ、今コロナであったりとか、まあ、いろんなウイルスいっぱいですよね。そういったものに対する抵抗力をつけるのに、この梅干しが持っている梅ポリフェノール、すごく効果があるっていうねエビデンスが出てますから、ぜひね皆さん、ご自分の健康とダイエットのためにも無添加の梅干し1日1粒ぐらいまでだったら大丈夫です。召し上がってくださいね。では9つ目の食材はこちら、甘酒になります。これもポイントはもちろん無添加の甘酒にしてくださいね。米麹だけですよ皆さん。ここでね、例えばこう缶に入ったような甘いお砂糖たっぷりの甘酒のことではありません。無添加ですね。私はもうこれめちゃくちゃ重宝しています。例えば私絶対朝ごはん食べるんですよね。しかもかなり食べます。なぜかっていうと、お昼夜が忙しくってなかなか食事のね時間が取れないっていうことが多いんです。でもともとお昼はあんまり食べないんですよね、仕事中なので。で夜も食べますが、どうしてもね、どうしてもどうしても食べる時間がないっていう時にバーッとね、やっぱり甘酒のお世話になるんですよね。甘酒は、まあ、別名ね、飲む点滴なんて言われてますよね。めちゃくちゃ栄養が豊富ですし、腹持ちもいいですし、もう満足できます、甘いので。やっぱりね、私も甘いもの好きですよ。特に女性はね、スイーツとか甘いもの食べたらこう満たされませんか、すごく。それ大事だと思いませんか、うん、それをね我慢するぐらいになったら、甘酒のような天然の甘みですよね、そういったものでご自分を満たしてあげましょう。なので私は甘酒よく飲みます。なので常備してるっていうことですよね。もう甘酒も発酵食品です。痩せ菌が増える、しかも脂肪燃焼効果がありますし、代謝も上がるし、食物繊維がこちらも2種類取れちゃいますよ。なのでお腹すっきりデトックスですね。オリゴ糖も入ってるし、もう本当にこんなにこんなにいっぱいいっぱい、
栄養が満点の飲み物になりますから、ぜひ甘酒もストックされることをお勧めします。では最後の10選はこちら、塩麹になります。これを私は手作りしています。買うよりもめちゃくちゃコスパがいいんですよね。簡単、乾燥した米麹と天然の良いお塩とお水だけ、これさえあればすぐできますよ。作り方はまた別動画でアップしてますから、必要な方はそちらご覧ください。で、私は常に塩麹を作っておいたら、もうずっとね冷蔵庫で長くて1ヶ月ぐらい持ちますから、まあ、早く使い切ってしまうんですけれども、必ず置いてます。なぜかめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。もうどんなお料理にも合いますし、ただの塩を使うよりも塩麹を使った方がお料理にコクが出たり旨味が出たり、もうこれさえですねあればいろんなお料理できるんですね。野菜炒めもそう、ドレッシングもそう、そういったスープ系もちょっと入れるとコクが出る。もうこれすっごく便利、発酵調味料です。これも痩せ菌を増やす材料になりますから、もうぜひ皆さんで作ってみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は10キロ痩せてリバウンドなしの私の冷蔵庫の常にストックしている食材10選をお伝えしました。どれも特別なものではないですよね。誰だって手に入る簡単な食材だけれども、本当に腸内環境が整って痩せ菌が増えて健康的に痩せる食材ですから、ぜひ皆さんもストックしてみてください。さあ、この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメント、ご感想などもいただけますとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。